皆さんこんにちは。ようこそトラベルメーカー TV へ。今日はですね、なんと成田空港にようやく到着しました。これからですね、ベトジェットっていうベトナムの超 LCC に乗って、これからホーチミンに向かいたいと思います。今日はですね、8時55分発の成田発、そしてホーチミンには約6時間後に到着するフライトになっています。到着後はすぐホテルにチェックインをして、あとはお昼ぐらいに着くので、もう観光をし始めていきたいなというふうに思います。今成田空港なんですけど、もう店が朝もちょっと早いっていうこともあって閉まってるんですけども、まあ、日中もほぼ空いてるのが昼の時間帯だけなので、ご飯食べたりとかする場所もほぼないので、成田空港に来る前までにそこはしっかり済ませておいた方がいいかなというふうに思います。あそこにある ABC マートも閉店してますっていうぐらい、やっぱり人が少ないし、お店の数もほとんど閉まっている。ただ後ろのスターバックスこれから開くので、コーヒーを一杯飲んでから出国していきたいなというふうに思います。それではレッツゴー。はい、ということで今出国も全部終わって、これからゲートに向かっていきたいと思います。いや、久々この感じとこの空気ですね。で、免税店も結構ブランドのプラダとか、あとまあ大きな大型店のお土産屋さんとかは開いてますね、こんな感じで。ただ、僕たち LCC なんで今回飲み物を買っていかないといけないんですよね。なのでそれをちょっと自動販売機を見つけていきたいと思います。あれ98だよね。はい、98です。飲み物を探していきます。こんな感じでお店は開いてますね。だから今回は僕たちはここでは何も買っていきません。で、僕たち98なんで多分最後の最後なんですね。なので向かっていきましょう。お、こんな感じで飛行機が、自動販売機あるかな。現状ないですね。現状ない。ではレッツゴー。いやー、久しぶりですよ、この飛行機とこの感じが。で、今ですね、8時55分の飛行機に乗ってくるので午前中なので、ただチェックですね、搭乗手続きじゃなくてセキュリティは混んでたんですけども、出国は僕たちは自動化なのですぐできたんですけれども、こんな感じで今誰もいません。まだ朝早いのでいいですね。では向かっていきましょう。これからホテルに向かっていきたいと思います。無事遅延することもなくほぼオンタイムで到着して、なんと入国審査もパスポート見せただけで簡単に入ることができました。で、今グラブを使ってアコヤホテルという、まあ、市の中心のところに向かっていきたいと思います。で、チェックインしてお昼ご飯ですね、食べていきたいと思います。レッツゴー。ということで、今回私が泊まっているのはホーチミン市第1区にあるアコヤホテルというところになります。アコヤホテルですね。ここ本当に中心街でして、周りにはたくさんのレストランがあります。そして 50m 行った先にはミニストップ、そしてそこの信号ですね、左に曲がれば弁体市場がある、もう立地は最高です。では早速見ていきたいなというふうに思います。警備員のおじさんです。しんちゃー。
下はですね、こういうちょっとジュエリーショップになってまして、エントランスはこんな感じですね。これもう典型的なベトナムのホテルですよね。で、入りますとロビーはこんな感じで非常に綺麗です。で、まあそこまで大きいロビーではないんですけれども、まあゆっくり生活することができます。で、ここでチェックインしていきますね。で、今回はですね、朝食はつけなかったんですけれども、朝食が向こうですね。で、下には一応トイレ、あとはエレベーターがあります。まあ今回僕たちは3階に宿泊なので、階段で行っちゃいましょう。料金とかはですね、下に書いておくので、非常に、1泊2人で泊まっても5000円以下で素泊まりできますので、ぜひご利用ください。で、お部屋なんですけれども、ちょっともう僕たち生活した後のお部屋でそこまで綺麗ではないんですけども、305のツインの、デラックスツインのお部屋になります。はい、エントランスはですね、非常に長くてこんな感じですね。で、まあ僕たちは靴を脱いで、裸足でね、生活できるようにしています。で、お風呂とシャワーはこんな感じです。まあ綺麗ですよね。なので全然お湯もしっかり、水圧も大丈夫ですし、あとシャンプーとかね、ちょっとあまりクオリティは低いんですけれども、全然綺麗なところです。で、こちらがメインのお部屋です。物いっぱい、これからちょっとパッキングなんですけれども、まあテレビと机があります。そしてですね、ここがツインのお部屋ですね。ちょっとごめんなさい、もういっぱいで。で、ここ洗濯かけれて、金庫もありますし、冷蔵庫もあります。あまり冷えてなかったんですけれども、で、ちょっとごめんなさい、パンツとかで。こっちはですね、もうほぼ景色はないんですけど、向こうが学校になっていて、住居あと工事中みたいな感じで、お部屋自体はこんな感じで2人でゆっくり生活することができます。なのでアコヤホテル、意外と安くて、かつ全然エアコンもしっかり効くので、ぜひご利用してみてください。それではこれからいろいろホーチミンの街を見ていきましょう。レッツゴー。